ご視聴いただき本当にありがとうございます。今日もまたあのゆるい動画の時間です。それで今日もね、このおっちゃん、ガレージライフを楽しんでいきたいと思います。それで今日は何をするかといったら86ちゃんね、ちょっと前にあのラック&ピニオンとかその、 ジョイントとか全部交換しました。それでね、まだ走っててねちょっとこうコトコトとかね、多分ショックアブソーバーもうこれ古いんでねそっちの方かとは思うんですけどね、ちょっとジャッキアップしてみようと思ってます。それでそのついでにね、昔つけてたあのシルバーのホイールそれにね、ちょっとあのまたあの仕様変更しようかなと。それでホイール変えたらねまた違う車に乗ってるみたいな気持ちでね、新鮮にまた走れるのでね今日はちょっと86ちゃんをね楽しもうと思ってます。それでまあジャッキで上げてラック&ピニオンとかのネジを見てね、締まりもちゃんと確認できたらそれでまたこのショックアブソーバーから音が鳴っても安心して乗れるのでね、とりあえずね、ちょっとあのジャッキで上げてね見ていきたいと思います。今日の動画は86です。どうぞお付き合いよろしく。とりあえずタイヤをね、2本交換に行ってきます。おーす。ちょっとね、タイヤのね、入れ替えお願いしに行ってきまーす。おーす。今ねちょっと下に潜って叩いたりとか揺らしたりとかいろいろねチェックしたんですけど全くね、ガタもないしオイル漏れもないし、調子いいかなと思って。もうだからやっぱりショックアブソーバーのね多分上のアッパーかなんかの音かなと思いました。それで今からね、今日タイヤホイール交換してきたシルバーのホイールにね交換していきます。おーす。
thinking it's the same. I'm the one you're trying to claim. Yeah, I already know about your game, but I'm not the one around to be played. Oh yeah, with no shame. All your words sound the same. Yeah, I already know about your game, but I'm not the one to sit around and be played. If you come around just to play me, don't bother, cause you ain't gonna do it. Don't give a lie to convince me, don't bother, cause now I see through, through. はい、どうも最後までねお付き合いいただき本当にありがとうございます。今日はね、まあ、あの仕様変更でね、ホイールを交換しました。久しぶりにこっちつけたらね、同じ15インチなんですけど、真ん中が黒くない分ね、なんかホイールがでかくなったような気がしました。それでオフセットとか全部同じなんですけど、なんか本当になんか違う車で新鮮でいいかなと。やっぱりたまにはね、仕様変更してなんかこうリフレッシュっていうか初心に戻るっていうかね、なかなかいいかなと思いました。それであのラック&ピニオンもね、下に潜っていろいろこう、まあ、素人がね、ちょっと叩いたりオイル漏れとか全部見たんですけどね、もう全くなく綺麗な状態だったんで、もうあの音の原因は多分ショックアブソーバーの、 あの車庫帳のどっかから音が出てるのかなと思いました。まあそんな感じでね、まあまあ、いい感じかなと思ってます。まあこのような緩い動画ですけどね、もしよかったらグッドボタンお願いします。それでね、また明日もね動画アップしますので、チャンネル登録していただいて明日の動画でお会いできれば幸いです。それで今日はどうもありがとうございました。またこのホイールについてね、何かコメント書いていただければ嬉しいです。おーす。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね、高評価、チャンネル登録もよろしくです。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。おーす。